皆さんこんにちは、ワンダリグルフィジです。では今回はギレンの野望ジョンの警部ジョン軍編第2部続きをプレイしていきたいと思います。前回ついにアメリカニューヨークの攻略に成功しましたので、今回はですねカリフォルニアとハワイ、この2つの基地攻略を行っていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。ではカリフォルニアに侵入していきます。敵エリアに侵入しました。ネオジオンのカリフォルニアに配備されている戦力ですが、まあ、パッと見はズゴックとザク、まあ、ザク回の可能性もあるんですが、ちょっと機影からだと見極めが難しいですかね。我々の方はまずはやっぱりガルバルディタイプで前面に出して戦っていきましょう。ガルバルディがうまく機能すれば敵の方が戦力が仮に多かったとしても十分に逆転できる性能を持っているので、うまくねガルバルディを前に出しながら戦っていければいいかなというふうには思っています。いつもはですね朝収録して、その日に公開するようにしてるんですけども、年末年始はなかなか毎日収録するの難しいところもありましてですね、この回はおそらくお正月元旦に公開を予定しているんですけども、実際に収録しているのは年内、昨年末ですかね、収録したものになっています。ご了承ください。思ったより敵の突っ込みが早かったな。ジオングいたけどなんとかこらえてくれましたね。ジオングに輸送機ごと撃破されるとせっかくの戦力が台無しになってしまうっていうね、局面でしたが、なんとかそこはしのげたというところですかね。では反撃に入っていきましょう。もうこことかまたキャスバルのパーフェクトジオングがいるんですよね。フラナガンブーもジオングに乗ってますけど、いやーもう惜しみなく、ジオングをゴリゴリと出してくるようになってますね。キャスバルのパーフェクトジオングとフラナガンブーのパーフェクトジオング、まあパーフェクトジオングが少なくとも2配備されているのを確認しているので、まあ、そのパーフェクトジオングをできるだけ味方の損害少なく撃破できれば、まあ、このカリフォルニアもね、攻略できると思いますので、ここをまずは攻略することを専念していきましょう。でこの後ハワイにも部隊を送り込んでるんですけども、ハワイはですねまさに今パーフェクトジオングが生産されようとしているので、その生産を止めるために侵入するということにしています。なので攻略自体はねもう少し先になろうかと思います。ここですね、ガルバルディベータアルファでパーフェクトジョング、フラナガンブーンのパーフェクトジョングゲギアですね。さすがにガルバルディベータになってくるとアルファよりもねはるかに能力が上がっているので、パーフェクトジョングといえども、まあ、事なきを得たという状態だと思います。あとはエネルギーの消耗が激しいので、うまくね補給ラインに乗っかりながら攻撃を繰り返していければ、まあ、効率面もアップするかなというふうに思っています。ここはガルバルディベーターを無理してでも投入した甲斐ありました。パーフェクトジョング、フラナガンブーンと、あとキャスバル、まあ、シャアですね、パーフェクトジョング撃破して、あとジョングヘッド残ってますけども、まあ、ジョングヘッドは大した戦力ではありませんので、このまま削って削って削りまくってカリフォルニア陥落させていきたいと思います。ハマン、お前が手を下さなくともニュータイプの覚醒で人類は変わる。その時を待つんだ。私は空の力を手にしたんだ。引力に魂を惹かれた者など恐れるに足りん。これでカリフォルニアの制圧が完了しました。あとはハワイを攻略すれば地球上の重要拠点は全て、ジオン軍のものにできると思います。
続いてハワイ攻略戦始めていきましょう。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。ではハワイの攻略戦始めていきます。敵エリアに侵入しました。もう今チラッと見ただけでもパーフェクトジョングがいますね。もうこのフェーズになってくるともう絶対パーフェクトジョングがいるなって思っといた方が良さそうですね。 では輸送機にはガルバルディ隊を乗せているので、このガルバルディ隊を守りながらですね、先にズゴク隊を先行させていきたいと思います。ガルバルディ隊がやられるのだけは絶対に避けたいので、まあ、そうならないようにねちょっと配慮しながら進んでいきたいと思います。あとはちょっと連戦になっているので、まあ、少しエネルギーが不足している、足りていない、そういう部隊がいくつかあるような状態にはなってますので、まあ、それらの部隊についてはですね補給ライン上に乗っかりながら進んでいくというのを心がけたいと思います。ちょっと心配な上陸作戦が始まってます。この上陸がうまくいってくれないとガルバルディ隊が、お金のかかった大事な大事なガルバルディ隊が海の藻くずとなってしまうんで、もちろんあのミノフスキー粒子はばらまきまくったので、まあ、それでね、敵の攻撃を浴びた場合の命中率というのはだいぶ下がるような戦術は取ってるんですけども、敵も構成の機、まあ、特にパーフェクトジオンとかね、あとアッザムとかも出ているようなので、果たして何機ハワイ本島に上陸できるか、ちょっとここは見ものですかね。さあ大注目の上陸戦、敵の動きはどうか。ああみんなこっちに向かってる。何機上陸できるかだ。まずはハスラー、ここはドップ1機だったらどうにかなるかな。みんな防御防御防御で、できるだけね生き残れる策を取っていきたいと思います。一機でも多くのモビルスーツがハワイに上陸してくれればズゴックの犠牲は致し方なしというふうに思っています。大丈夫かな。全機上陸できそうですね。では上陸していきましょう。上陸すればね形勢逆転できますからね。ここまで苦しい上陸戦やりましたけども、これで、まあ、最悪ファットアンクルは撃破されたとしても、まあ、その最低の任務は果たしてくれたとああいうことになろうかと思います。よし、前期上陸できましたので、あとは補給線をしっかり維持して、補給がね常にされた状態で戦えるようにっていう配慮だけしながら進んでいきましょう。まあ、何気に敵の水陸両用モビルスーツ隊も強力なので、これもね一機一機確実に潰しながら進んでいきましょうか。もうここからは選ばれた騎士であるこの私、ガルバルディ隊で頑張ってもらいます。上陸するためにねすごく護衛についてくれたもの何機か撃破されてますが、このガルバルディ隊であれば敵駆逐できるでしょう。パーフェクトジョングにあと誰が乗ってるかっていうのをね注目ちゃんとしておきたいと思います。まあ、格納性が高いのはやっぱりキャスバルがね乗ってること多かったので、また見たびキャスバルのパーフェクトジョングと相まみえるということもあるかもしれませんが、まあ、その前もですねガルバルディベータで囲めば倒せると思いますので、この数上陸できたらなんとかなるかなと思います。ではハワイ本島攻略戦続きやっていきましょう。さあではハワイ最後に残った敵のパーフェクトジョング、これに攻撃を仕掛けていきたいと思います。でこれを倒せばねいよいよハワイの攻略完了になります。ちなみにパーフェクトジョングは無人機でした。これで地上は完全にねギレンのもの
ジオンのものになったので、この後は宇宙反攻作戦を開始していくんですが、宇宙の方はですね、今ソロモンの方でガルバルディのベータの生産を開始してます。なのでこのガルバルディのベータ、ある程度数が揃ったらですね、ドズルザビ中将がビグザムに乗って待機してますので、ビグザムと共に出撃していきましょう。まあ、ビグザムは拠点防衛用のモビルアーマーのイメージが強いと思うんですけど、劇中のその活躍から。足は遅いものの攻撃にも向いているユニットなので、まあじわりじわりと後から なってはしまうと思うんですけども、拠点攻略用のモビルアーマーとして使っていきたいと思います。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。議員閣下、ネオジオンの戦力は低下し、本拠地グラナダの攻略が可能です。先にグラナダ攻略作戦が発動できる状態になりましたか。となるとグラナダを最初に攻略するというのもありだな。グラナダ攻略するにあたってはサイド3の戦力を投入することになると思うんですけども、まあ、リックドームがご覧の数揃っているというのはあるものの、グラナダを攻略するにはちょっと数が心もとないかな。ソロモンから増援を出しましょう。ソロモンから、そうだな、ガルバルディ、アルファ、ベータ、それとそうだな、一時的にドズルザビ中将もサイド3本国に帰国してもらって、グラナダ攻略に全力を注いでもらいましょう。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、グラナダ攻略戦、これを行っていきたいと思います。